吉田さん、今回クズというタイトルです。私ね、朝食にね、焼肉食べるんですよ、大体。若いですね、うん。昼間はラーメン食うんですよ。若いですね。夜はね、野菜食うんですよ。まあ、いいライフスタイルだと思いますよ。あの、クズっていうタイトルですけども、クズっていう意味をちょっとね、調べてみたんですよ。改めて。一つ、物のかけら、切れ端などで、何の役にも立たないものって書いてます。二つ目、 良い部分を選び分けた。または使った残りということですよね。まあ、だから2つ目の解釈で言うと、元々は良いものだったんですよ。で、いいところからずーっと使っていくと切れ端みたいなのが出てクズって呼ばれるということになりますよね。で、物の欠片とか切れ端とかっていう意味もクズに使われます。しかしね。最近知ったことなんですけども、ルイヴィトンの端材を集めてルイヴィトンの製品を。 作って海賊版で出してる方がいるんですけどもなんか儲かってるらしいんですよしかも鑑定書は付いてないけども本物と全く同じ素材とデザイン技法で作られてるそうですねこれをまあスーパーコピーという人もいるらしいんですけども、ね、クズはクズなりにマーケットができるってことなのかなと思いますね、前回ね希望って話をされてなんか地下でビールをおごってやるみたいなエピソードがあってそれもねなかなか面白かったんですけども確か借金取りの遠藤さんっていうのは あの怪人お金を貸す側であったんですけどもある意味ね共犯なんですよねそれは何でかっていうと自分は会社の人間であると同時に自分は対してねウハウハじゃないわけですよでも兵頭会長とかそれから利根川っていう幹部はウハウハなんですよで遠藤さんっていうのは小さな消費者金融の会社を任されているんだけども自分自身裕福ではないし金に困ってるわけなんですよねでも自分の上司はウウハハ 自分が借金取りに行くいわゆる消費者っていうのは自分と同じ立場だから開示の言葉が結構響いたんですよねまあ開示の戦略勝ちとも言えるんですけども、まあ、遠藤さんもねああいう甘いところがあるから伸び悩んでいるんじゃないかなっていうところもありますけども言ってみればクズ同士集まったわけなんですよでもクズ同士が集まった開示という漫画は結局金字塔を成し遂げてるわけですよね麻雀店も言ってみれば、うん、社会の底辺かもしれません ブラック企業も社会の底辺かも社のかしれませんでも咲かせる花はあるんですよ。その咲かせる花を見させる行動ってのが希望なんじゃないかなと。俺たちでもなんとかできるよとか。もう一花ぐらい咲かせるんじゃないの。突破口を見出せるよっていう風なね。希望を信じてやれる人ってのはほとんどいないです。希望を見出す人もいないです。どうせ俺なんてっていうのを繰り返しなんですよ。やっても無駄と。だったら何もやらない方が疲れないからいいよみたいなね。でもも仮に1000万渡されても それをを増やさなないいんんだだっったたら 1, 万を使い切ってカラカラと生き延びただけになるんですよでもその1,000万で勝負してねダメでも1,000万がなくなるだけうまくいったらその1,000万が1億になる1億じゃなくても2,000万3,000万になると思ったらこれは挑戦するでしょうした方がいいでしょうなぜなら挑戦する人が少ないから挑戦した人の方がチャンスが増えるわけですよね何でも同じですけどねだからといって何でもかんでも挑戦しましょうって言ってるわけではありません 技量がなければ挑戦してもただ終わるだけなんですよ、うん、だけどもやっぱ小さな挑戦を繰り返すことによって積み上げてきたクズ編が大きな山になってそれが一つのうねりになるんではないかなと思いますけどね、うん、今回はクズということで、ね、お届けしましたけどもクズっていう感じ面白いですね <laughs> うん「かす」ってどういう意味っていうのがありますけども「かす」 は原料となる液体や固体などから目的の部分を取り除いた後に残る不純物や余りの部分絞り残りなど転じて良い部分を取り去って後に残った不要の部分劣悪なものとかありますけども酒かすってね悪くはないですよねおからって豆腐を作ったカスじゃないですか美味しいですよねだから残りもんでも調理の仕方によるんですよ、ね、だから誰一人諦める必要はありませんむしろ 無駄だと思えるものの中に黄金があるという発想で私たちは這い上がっていけるはずなんですよ。それではいってらっしゃい。